生的。
曜日、代々木にある、ザーザズーさんというライブハウスで、ママカイ主催のライブイベントをします。で、ザマカイフェスっていうのは、ストーリーリナルのライブになってて、1回目は鶴姫の聖剣の話、2回目は高山右衛門様のお話、そんで3回目、今回3回目は、さっき、ビギニングビビギニングオブマカイ、マカイがいかにして生まれたかっていうのを紐解いていくようなストーリー仕立てになってるんだ。この今回のザマカイフェスアクト3よね。だからこそ今ここにいるマカイの民はもうみんな来ないといけないんだ。もうそう、もうみんな来ないといけないし、来てほしい。この本編であまり触れられることのないようなこととか、あ、そうだったんですねというのがこのザマカイフェスアクト3で、こういろんな曲を交えて、今回東方のマカイにいない天使も交えてやるんじゃないのかなと思うのは。
ちょっと待ってくれたもんやろお前。もう腕で頑張ってたもんやろお前。